ウィリアム・マーティン・ビル・ウォーカーは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、第13代アラスカ州知事を務めた。ウィリアム・エイ・イーガン知事に次いで二人目の、アラスカ州出身の同州知事である。アラスカ順州フェアバンクスに生まれ、内陸部のデルタ・ジャンクションという、小さな田舎町や、プリンス・ウィリアム・ワン沿いのバルディーズで育った。アラスカに開拓者として移り住んだ、エドとフランシスのウォーカー夫妻の、 第四子である。第二次世界大戦中、エドは第一アラスカ戦闘情報招待の一員として、アリューシャン列島で偵察活動に従事し、フランシスはアラスカとカナダを結ぶ高速道路で働いた。バルディーズに甚大な被害を与えた1964年のアラスカ地震で、ウォーカー家は財産の大部分を失った。家計を助けるため、ビルは12歳で、 業務員になった。その後も、大工や肉体労働者、トラック運転手などとして、家業の建設業を支えるとともに、自らの学費を年出した。1969年に、バルディーズ高校を卒業後、1973年に、ルイスクラークカレッジから、経営管理論の学士号を、1983年に、ピュージェットサウンド大学法科大学院から、 法学博士号を取得した。ウォーカーは妻と共に法律事務所を所有している。この法律事務所は主に地方自治体や石油、ガス関連の法律を専門にしている。1977年から1979年にはバルディーズ市の法廷代理人やアラスカガソリン公安公社の法律顧問などとしてバルディーズ市議会で勤務した。 1979年には史上最年少の27歳でバルディーズ市長に当選し翌年まで務めた。2010年8月24日に行われたアラスカ州知事選挙の共和党予備選挙においてウォーカーは他の4名の新人候補とともに現職のショーオンパーネルに挑んだ。結果はパーネルが49.49% 49の得票率で、 指名を獲得したが、ウォーカーは33.95%で2位につけた。本選挙は11月2日に行われ、そこでは、パーネルが民主党候補のイーサン・バーコビッツを下した。ウォーカーは2013年に、翌年のアーラスカ州知事選挙に、共和党から立候補する意向を表明した。しかし同年、彼は、無所属での出馬を決断した。 これは2010年の知事選に先立って、元アラスカ州知事のウォーリー・ヒッケルから受けていた助言と、進めを受け入れたものであった。ウォーカーは副知事候補に、アラスカ漁業主猟局副局長のクレンク・フリーナーを選び、伝統的な保守とリベラルを織り交ぜた中道的な考慮を掲げた。例えば、ベブル鉱山の開発に反対し、気候変動とその悪影響を抑制するために、 エネルギー政策を調整する必要性を認めた。その一方で、石油と天然ガスのパイプラインの輸送能力向上や、北極野生生物国家保護区における新たな原油の掘削には賛成していた。銃に関する権利や、アラスカ州がある程度の主権を有することにも賛意を表明した。バラク・オバマ政権の医療費負担的成果法によって実現した。 メディケードの対象者の拡大も支持した。2014年9月2日には民主党候補のバイロン・マロットと記者会見を開き、フリーナーに代わってマロットが副知事候補になる形で両陣営の一本化を発表した。マロットの副知事候補であったホリース・フレンチも身を引いたので民主党の公認候補は本選から姿を消すこととなった。この戦略は公表前に アラスカ共和党からの抵抗にあったが、アラスカ州最高裁判所は有効の判決を下した。2014年11月4日の本選挙前の世論調査で、ウォーカーは他候補をリードしていた。パーネルは、石油化学産業に対する何十億ドルもの減税措置を支持したことで、広範な批判にさらされていた。また、パーネルが最高司令官を務めるアラスカ州兵では、 性的虐待や炎庫登用、汚職、内部告発者に対する抑圧などが蔓延していたが、これを5年間にわたって隠蔽していたことも批判に拍車をかけた。選挙は大接戦となった。11月7日の時点では、ウォーカー、マロット陣営が3165票差でリードしていたが、11月14日になってその差は4634票に広がった。この2日後、 パーネルは敗北を認めた。ウォーカーは2014年12月1日に就任の宣誓を行った。アラスカ州議会は共和党が支配していたが、知事の拒否権を覆せるほどの議席は有していなかった。メディケード拡大の試みを州議会共和党が妨害すると、ウォーカーは行政権を行使した。アラスカ州知事としてウォーカーは、 フェアバンクスやアンカレジ、ジュノーでピクニックを開催するなど、州内各地で多くのイベントに参加した。2015年、アラスカ州の財政は原油安のため40億ドルの赤字に陥ることが予想された。この赤字を補填する一助として、予算の削減や増税が提起された。2015年12月、ウォーカーは、州の所得税の復活や、 アラスカへ級基金から受給資格のある州民に支給される年次配当の削減を提案した。人気満了に伴う2018年の知事選にも、ウォーカーは立候補を表明していた。しかし、2018年10月16日、副知事のマロットが不適切な発言を理由に辞任を表明した。マロットとウォーカーは、その詳細について明らかにしなかったが、3日後には、 ウォーカーも選挙活動の中止を発表し、民主党候補のマーク・ベギックを公認に推薦した。知事就任に伴い、ジュノーに転居するまで、ウォーカーは、アンカレジで妻のドナと居住していた。夫妻には4人の子と4人の孫がいる。趣味は釣り、スキーのダウンヒル、スノーモービル、ボート、キャンプ、孫をスケートに連れて行くこと。二0十六年十一月に、前立腺がんであることを告白し、 その翌月に手術を受けた。ありがとうございます。